2022年の4月23日土曜日の午後5時の生放送かもすはじまるよ、はじまるよ。2022年4月23日土曜日の生放送が始まるよ。もうすぐもうすぐ始まりますよ。日刊生放送、日刊生放送だ。ほっほっ。今週も無事にここまで生放送することができたのは皆様のおかげです。ということで、日刊生放送始まりました。ちょっとね、言葉がね、モーツァルトの交響曲第40番ね、レナード・バーンシュタインの演奏による一番最初のところですね。で、今日は第1部、もう昨日までは教会を去った影響、今日はですね、ちょっとですね、趣向を変えまして、なんか音楽の何、基礎っていうね、岩波文庫ですよ、この格調高い。で、これを言うのがね、あちこち置いてあって、時々パラ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 って読むんですね。この本ね、音楽の本だから、昔々ね、もう夭折しましたけど、大昔の親友で池間君って、彼はね、あの音楽家、作曲家だったんですよね。大阪音楽大学作曲家っていうのかな、首席で卒業して、で、彼はあの現代音楽の作品を作って、非常に優れた作品だっていうのでね、学校のオーケストラで演奏されるっていうのは、まあ、実力の持ち主だったんですよ。彼の形見っていうかね、多分そうだと思う。自分でこういう本買ったりしないと思うから、あの池間くんの形見っていうのでこの本持ってるんだと思いますが、たまたまね、読んだところにね、そのこういう文があって、この能書きを読んでから聞き分けることができるかな。ですから先ほどね、バーンシュタイン、バーンシュタインって言うと、あのタララ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 ラタッタタラ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 ラタッタ、こういうミュージカルの音楽を主にやる人なんですが、この人もモーツァルトをやるっていうわけですね。ところが、やり方がそのミュージカルね、現代の音楽、現代のお客さんに向けてのモーツァルトである、それによるその一つの奏法ね、弾き方っていうのがある。それに対してモーツァルト、まあ原理主義じゃないですけども、そのモーツァルトっていうことに眼目を置いた指揮者さんの違いっていうのをね、この本の中に書いてあって、まあ能書きですよ。それでね、ネットの時代便利ですね。その両方、その画像があるから調べたらね、たまたま出てきましたのでね。ただやっぱりね、そういう耳が、まあ、気になってる皆さんにそういう耳があるかどうかね。かつて、モーツァルトの演奏にかけては、神格化されていた指揮者、ブルーノ・ワルター。名前だけは聞いたことあるような感じの人ですよね。指揮者のブルーノ・ワルターっていう人は、モーツァルトの演奏ということにかけては、もう神格化されてる。もう神さん扱いですね。で、ニューヨークフィルハーモニーで振ってモーツァルトをやろうということになった。で、もちろんその本番の前に奏者たちは練習個別にしてますし、集まって練習する。その際に、
ブルーノ・ワルターはニューヨーク、ニューヨークってさっき出たね、ミュージカルなんかのね、本場のとこですやん。ね、ブルーノ・ワルターはニューヨークフィルの諸君を前にね、ある部分に来た時に、モーツァルトの曲のある部分に来た時に、こう言った。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだってね、並みいるね、プロのね、学士たちの前でね、あかんあかん、関西朝比奈ひろしやったらね、あかんあかんっていうところですけどね、ブルーノ・ワルターですからね、あかんあかんやなくて、ダメだ、ダメだ。あー、モーツァルトが聞いたら何と言って嘆くだろうって言ったって言うんですよね。関西弁で言うと、あかんあかん、モーツァルト、モーツァルトさん、モーツァルト班が聞きはったらどない嘆きはることやろうか。朝比奈さんもまあこういうベタなね、関西弁は言わないでしょうけど、この言葉が出たのは、オーケストラの、まあ、バイオリンのパートが、モーツァルトのシンフォニーの中の和音に、このニューヨークフィルがですね、開放弦を使った。ね、音楽用語ですね、開放弦って。これ調べてなかったからわかりませんけど、とにかく開放弦ですよ。エスタグさんがね、今日のトータルコーデ、清潔感ありがとうございます。散髪しましたからね。そのね、モーツァルトの開放弦を使った、そこでまあ、ブルーノ・ワルターは、一つ一つの和音を丁寧にビブラートをかけて分奏する。ね、一つ一つの和音を丁寧にビブラートをかけて分奏する。まあ、そういう練習をニューヨークフィルの連中にまさせた、ということですね。しかし、この場合、オーケストラのプレイヤーたちに責任はない。なぜなら、このニューヨークフィルの常任指揮者は、レナード・バーンシュタイン。すなわち、チャラララ、タラララタッタッタララタッタッタララタって、そういう客を作ってる人ね。レナード・バーンシュタイン、もう生粋のヤンキーですよ。ヤンキーっていうのかな、ヤンキーっていうのかな、この場合。ヤンキーっていうべきかな。その、だから常任指揮者のレナード・バーンスタインは開放弦で同じ口調を弾くっていうことを常に楽団員にね、言ってそういうふうにやってきたのが習いだから、そう、バーンスタインはこれまでモーツァルトの演奏にわざと開放弦を使わせていた。それはそのジャズね、ジャズを聴き慣れた聴衆に対する、バーンスタインなりの一つの積極的な態度ということで、こういうところに演奏における時代性っていうのが現れるのであるっていうね、立派な能書き。まあ私こういう文章をパッと見た時にね、文章としてなんか惹かれるものがあるなと思ったらね、やっぱり読んでみたくなっちゃうわけでね、よくわからなくっても、でそういうのもいいことですよ。ちょっと背伸びしてやっと届くとかね、背伸びしても届かないところにピョンピョンってジャンプしてね、届こうとするというところが人間の好奇心とかね、あるいはこの成長するというようなことになるわけだから、ジャンプしても届かないところですけど、それでそのブルーノ・ワルター大先生の指揮でオーケストラをやってるのと、ニューヨークフィルハーモニーがニューヨークフィルかどうかわからないけど、レナード・バーンスタインが指揮してるのとね、モーツァルトの同じ曲の同じあたりっていうのがね、出てきましたから、聞いてみたいと思います。まずですね、レナード・バーンスタインのモーツァルト交響曲第40番の一番終わりのあたり、開放弦とは、指で押さえないでそのまま弦の音を出すということですね。指でこう押さえないでそのまま弦を解放しておいて出すのが解放弦だっていうね、勝西さんのね、助けが出ました。ありがたいことでございます。それではバーンスタイン式のモーツァルト交響曲第40番の結びの部分。もっとこの辺かな。絵もあった方がいいね、せっかくね。
なんか格調高い番組の私の生放送が急に格調高き番組になったような、バーンスタイン、これ結びの部分ですね。いいなぁ、クラシックいいですよね。たまに聴くと、毎日聴くと飽きるけど。まあバイオリンですよ、問題の。だからこれが開放弦を使ってるかどうか私にはね分かんないですね。ちょっと全然さっきの能楽に当てはまってないところをやったのかもしれない。あ、もう結びになるから娘でいっちゃおう。ペッペーン、いいですね。まあ誰でもね、一生に一度はね、指揮者になってみたいなって。こちらは仕込んでおきましたブルーノ・ワルターね、同じモーツァルト交響曲第40番ファイナル。ちょっと調が違うのかな。ですからこちらはもうこの音楽の基礎が書かれた時点で個人になってますから、古いね。だから音もちょっと悪いね。指揮者の顔が見えないとね。まあこれは録画に残してるぐらいだから、ブルーノ・ワルターが納得のいく演奏だったんでしょうね。これオーケストラどこなんだろう。書いてないな。やっぱりクラシックってね、心に迫ってくるものがありますよね。聴衆の顔が、音楽がね、世界にあってよかったなと思うような瞬間ですね。まあこういうところでね、最後にこのあと残りの部分は、あの今日の結びのところでね、流しながら、さようならね、とんずらじゃなくってさようならをするとしまして、第2部に行きましょう。第2部、クリスチャン新聞。あ、タイムスリップ、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 スリップってね。エコー、ボイスチェンジャーでも買おうかな。こうやってラッパ作りといたら、スリップ、プピピピピってこう、エコーがないようなね。またボイスチェンジャーとかね。今ちょっと物色してまして、まあいいのがあったら紹介してください。性能がいいのがね。あの、コナン君の蝶ネクタイみたいに、こうやって女の声になるとか、男の声になるとかですね。いろいろこうやり分けたら生放送のあの芸としては面白いかなと思ってね、ちょっとここ何日か思いついてですね、そういうのを探そうかなと思ってで、第2部にさっさと行けっていうね、どこからともなくね、こう声が聞こえてきそうなね。で、今週は1984年をやってて、とにかくまあ12月の一番終わりの号ばっかり結論としてはやったっていうことになるね。で、解雇と展望で、伊豆田明さんの文章、世界の福音だと、なかなかね、まあ伊豆田さんね、東大出てますからね、頭いいし、非常にその、キングスガーデンとかね、そういうものをピシッと立てるっていうね、そういう面でもっと伊豆田さんって評価されるべき人だと思うわ。もう亡くなった方だけどね。で、ガン首。伊豆田さんのガン首。これは世界伝道会。で、その、世界の福音派っていうのを見るときに、福音派って言ってる中でも、その多様、多極化、多様化が進む。うん。それが日本の教会の対応っていうことですね。そういう、まあ中身なんですが、もう超はしょりでですね、
いきますと、その多様化っていうのは、伊豆田さんの書いてる、その解説としてはですね、その、文教、福音とは、まあ、抑圧された民衆の解放のメッセージ。まあ、解放の神学的なやつですね。それぞれの民族主義と結びつけた、解釈の仕方。だこれが間違ったところに行くと、今のロシアのプーチンと、ロシア正教の大司教みたいになっちゃうっていうことですね。それから保守的な道徳や政治思想に回帰することを説く運動。だからアメリカの宗教右派なんかはこれですよね。うん。それから人間の心理や生き方と結びきて説く。まあ人生論的なね、アプローチですね。うん。なかなか うまいことをピッ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 って伊豆田さん抑えてますよね。特徴をね。そういうふうに、まあ、福音派ということを、自分はそうだって言ってる人の中でも多様化になってきた、そういう文極化と混乱の中にあって、これに加えて聖書論、無語無牛性論争ね、この論説の中では触れてませんけど、その、そういう文極混乱の中で、聖書的な世界、福音の世界、世界的な共通理解を求める声も大きくなって、できた。そこで1984年、世界福音同盟 WEF、ね、プロレスの団体じゃないですよ、世界福音同盟の神学会議がロンドンで開かれた。それからローザンヌ委員会の神学会議でも、まあそういう問題に取り組んで、1985年、オスローで聖霊に関する会議を行うことになっている。これが84年の記事で、1985年、来年に行われますよ、オスローで、聖霊論に関するね、会議ね。ですから、世界の福音派、池間くん、さっきのこの本を残してくれた池間くんは、その、インドの近くの島国に、JICA ですよ。海外青年協力隊。で、音楽の教師としてね、行って、あの、小さい島国ですから、放送局のニュースのテーマソング作るとかね。もう一つ彼の、こう、貢献は、もう自前の、まあ、日本で言った円やコーラやみたいな民謡ですよ。その島国の民謡があって、それを採取して楽譜に残すっていう業績もありましてね。どっか探せば出てくるはずだと思う。で、私はその成果を聞いたことがないんだけど、まあ、モルディブっていう国ですね。その国の民謡を池間豊子くんが採取して楽譜になったものが世界のどこかにあるはず。モルディブにはきっとあるでしょう。他のところにもあるでしょう。でもインターネットの時代じゃないから、ネットで探しても出てこないかもしれないね。モルディビアントラディショナルミュージック。探してみようか、またね。うん、採取者池間豊って懐かしい名前を見つけれるかもしれませんけど、彼はその南アジアに行った時にインドなんかのね、まあ牧師さんの書斎ね、友達になって書斎に入れてもらって、その友達になった牧師さんっていうのはいわゆるカリスマ派ね、ちょっと激しい方ですよ。その精霊の働きっていうのが、そのスーパーナチュラルなことも起こる。異言というものをね、異なる言葉と書いて異言というものを話すとか、あるいは手を置けば癒されるとかね、悪霊が追い出されるというようなことも起こり得る。あるいはそういう実践ということを積極的にやってる。そういうタイプの牧師さん、うん、友達になって書斎に通してもらってね、どんな本が並んでるかな、見たらね、池間くんの言葉をそのまま借りれば、あの、命の言葉者で出してるような本が大方だった。だからカリスマ派だから、カリスマ派関係のね、もう自分たち、まあ池間くんは聖書神学者っていう福音派の牙城みたいなね、神学校、船木新先生なんかを慕って張りましたから、それで南アジア行って、で非常に好奇心が豊かな男ですからね、インドでね、カリスマ派っぽい、まあ自分でカリスマ派ですと言ってたのかな、
その牧師友達になって、まあ一人だけじゃなかったみたいですね。まあ南アジアは多いんでしょう。そういう系統の人、教会がね。で、書斎を見せてもらって、どんな本を読んでらっしゃるのかなって見たら、命の言葉者、すなわち福音派っていうことですよ。うん。で、命の言葉者は、自分たちはそんなカリスマ派じゃないよっていうアイデンティティを持ってるわけですね。だからもっとカリスマっぽい本は、もっと他の出版社が出すっていう役割分担で、まあ、命の言葉者が出す系統の神学書、実践書っていうのがあるわけでありまして、それと同じような本がインドの、うん、カリスマ系の先生の書棚に並んでいた。ですから彼がそこで理解したのは、もう世界のレベルで見るとね、そのカリスマ派と福音派っていうのは非常にもう融和して一緒に伝道してるっていう状況がある。で、当時のクリスチャン新聞の編集長、森上さんもそういう意味のことを言っていました。ですから、福音派の方からカリスマ派を非常に忌避する。カリスマの派の方も福音派にね、なんかあれするっていう、お互いにこう、もう、まあ、よく言えば住み分けてる。悪く言えばもう知らん顔してる。ね、大同団結できないっていう状況が、日本とドイツが一番強い、異常に強い。日本とドイツの共通点、すなわち神学がね、うるさいわけだ。うん。だから他のところはもっとこう実践的っていうことなんですかね。まあよくわかりませんから、これ以上突っ込んで言いませんけど、少なくともインドではもうそんな日本で言われてるようなカリスマ派と福音派がね、全然交渉がないというようなことはない。もうだから福音派の中にカリスマ派が入ってる。まあ、福音派の神学を保持してる、そういうカリスマ的な生き方、まあ、第三の波。第三の波。The Third Wave ですね。これもクリスチャン新聞でこの言葉を紹介したわけですけども、そういう実態を池間くんをもうまざまざと見てきた。ね、逆に言えばカリスマ派の先生の人たちにも福音派の理解。だから日本でも実態はそうですよ。カリスマ派の、まあ特にアッセンブリーの先生なんかは、その福音派の方の神学書っていうのをね、重宝して、ね、聖書にしたって新改訳聖書ですからね。おおむね、カリスマの人たちが使ってる聖書は新改訳でしょうよ。ですから奥山先生なんかはそのもっと聖霊理解っていうことがカリスマ派が納得できるようなね、別の翻訳を作ろうって一生懸命ねやっておられて、まあまだ未だに実現してませんが、未だにねプロジェクトを継続してるみたいですけど、まあとにかく新改訳聖書っていうのを共通して持ってる、また新改訳聖書に代表されるような聖書観とかね、信仰、うん、カリスマ派とカリスマ派の福音系と福音派の人がそんなにうるさい垣根はない、世界ではそうだ。だからこれは1985年、うん、ね、聖霊、ローザンヌ会議で聖霊に関する会議をローザンヌの肝入りであると、ビリグラムの肝入りであると、世界福音同盟も神学会議ロンドンで聖霊論でやった、そういうものの成果なんでしょうか。私にはよくわかりませんね。検証しないといけないですね。でもこうやって喋っとけばね、また思い出してね、検証をするでしょうからね。それからその伊豆田さんは9月のローザンヌ委員会、84年のっていう意味かな、出て自分の、まあ、信仰の姿勢を深く反省し、世界宣教のビジョンを新たにされた。うん。で、レイトン・フォードが日本に来ることになってますよ。っていうようなね。で、世界、神学的な分野でも聖霊に関する問題をはじめ、すべての面で世界の福音派との共通理解を育てていく必要があります。ということでね、かなり聖霊っていう言葉を何回も何回も伊豆田さんが書いてるっていうのがね、かなり印象的ですね。まあ、ここまでに留めておきたいと思います。もう一つね、その救済問題です。
ね、飢餓の問題とかそういう問題ね、またそういう社会的責任ということに、まあ、あの世界の福音派が取り組んでる、そこに日本もっていうことをね、あの今週の終わりですから、もうローカルのねベタな記事をで、同じ号なんですが、こういう記事がね、同じ12月の終わりのね、こういうね楽しい、これはですね、タイムカプセルっていうのがね、これ大阪万博1990年に初めてやったんかな、タイムカプセル10年後とか20年後とか、一番長くは100年後とかに開けるんだろうか。だからまだ開いてないタイムカプセルがあるんだと思うわ。あったんだと思うわ。厳密にね。で、これはそれに習って、まあ、学校で生徒たちが埋めるとかね。で、これは水戸バプテスト教会の人たちが10年前に、ね、タイムカプセルを作ってね、クリスマスにね、埋めちゃったわけだ。いいね。なんかね、楽しそうだね。本当に青年会っていう感じ。あ、10年前埋めたメンバーが青年会のこのメンツ。それから10年後、まさにタイムスリップですよ。ピル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 って、こう顔がね、ちょっと10年経った顔かなっていうね。まあ10年だったらね、もう池間くんと私みたいにね、会ってから、なぁ。30年とかね、40年っていうことになってきたらね、孫ができてなーとかってね、同じ年代のね、友達と言ってるようなね、そういうね、あれでしょ。で、最後にね、モーツァルト、ブルーノ・ワルターのね、音楽をもうかけないといけないしね、いろいろ気を使わないといけないところが多いですね。そのバプテスト連盟、水戸バプテスト教会、おっしゃった、さっき言ったように10年前にまあ埋めたと、手紙とかね、修法修法とかね、写真とかね、文集、詩ね、それから10年後の私と題した録音テープをポリバケツに詰め込んで10年後に集まって開けようと約束をしていたということですね。ああ。でね。まあ、みんなでそういうふうに持ち寄ったものを密閉して、教会の玄関の横にあるね、もみの木の下に、カッと埋めた。もみの木っていうのがなんかね、趣があるよね。もみの木、なんでもみの木なのかなと思うけどね。で、ここでおもろにね、音楽がこう聞こえてくるわけですよ。だから私もこういう音楽、クラシック音楽聴くと、やっぱり池間くんのことをね、どうしてもね、思い出すわけだ。もう10年、20年、30年、40年前。ね。で、モーツァルトなんてもっと前ですよ。100年、200年、300年前のね、人間が作曲したものを、現在の私たちがね、演奏して、指揮者によっても解釈は違う。同じ楽譜を使ってんのに、ブルーノ・ワルターの弾き方もあるし、レナード・バーンシュタインの弾き方もあるしね。これ池間くんが生きててね、彼に電話してね、これはどういうことじゃって聞いたらね、いろいろ音楽のうんちくを傾けてきっと教えてくれると思いますけど、まあ、さっきのね、タイムスリップを結びに持っていかないとね、今週の生放送は完結になりませんから。それで開きましたたっていうことですよね。この10年の間に結婚して牧師夫人となって上尾にいる人ね、宇都宮で婦人会のメンバーとして活躍している人など、それぞれ、導き散らされて集まった当時は、まあ、7人ほどしか集まらなかったということね。で、子供同伴の人ももちろんいたが、この日ばかりはね、どんちゃん騒ぎとは書いてないね。クリスチャン新聞ですからね。あのね、10年前の青春時代に帰って賑やかに。矢のように過ぎ去った10年間。そう思っていくと、このね、モーツァルトのね、40番。すごい矢のように過ぎ去っていくというのに、ふさわしい曲のようですね。素晴らしい選曲だな、我ながら。矢のように過ぎ去った10年間であるが、当時のメンバー全員が今もイエス様につながっているっ
主につながっているということがね、最も嬉しいことでしたと伝道執事の小林新之助先生は言っておられました。小林新之助、なんかいい名前だよね。明治時代の人みたいなね、慎み深い。で、龍之助の之助ですよ。で、ボンが鳴る前にね、なんとか終われるかもしれない。それではお聞きになってるあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますよう、お祈り申し上げつつ、今週の生放送すべてつつがなくこれをもって終了させていただきます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。来週もよろしくお願いします。